のんべんだらり。はい、始まりました、のんべんだらりです。こんばんは。こんばんは。今日ね、ちょうど、うん、ツイッターで初めてチャレンジをした、うんうん、ファブリックボードのプレゼントキャンペーンが昨日終わって、うん、今日は当選の方に連絡をして、うん、さらに、外れた方にも DM 送ってみたいな、うん、すごい。だって丁寧にって、あかねちゃんがツイッターは、ツイッターは丁寧にっていう、うんうん、連絡をいただいて、うんうん、でも本当にそれが大事やったなっていうのはちょっと思った。もうなんかあったん？なんか DM をした中に、うんうん、ね、ちょっと待って、その前に今回その検証というか、まあキャンペーンでファブリックボードを3名の方にプレゼントっていうキャンペーンをして、はい、そしたら、いろんなハッシュタグを試したりして、うんうん、初めての人とでもつながりやんかなっていうのが、まあ目的の一つやったんやけど、うんうん、だからね、ハッシュタグいろんなもんつけたけど、どれが一番効果あったかなっていうのが、うん、意外と多分ハッシュタグプレゼントとハッシュタグ検証やったんかも。あ、なるほどね。そうなんで、検証赤を作っとる人は結構たくさん見えて、うん、もう検証に応募するためだけのアカウント、はいはいはい、うん、だから必ずしもそのなんていうの、商売的に言えばってちょっと冷たい言い方になるけど、そういう言い方をしたら、うんうん、そのフォロワーの方たちがいいのか悪いのかっていうと、またちょっと表現何も気にせずに言うならば、うんうん、そういうことね、そういうことで言うならばいいのか悪いのか、まあ、ちょっとさておき、商売上のことはさておき、で、ハッシュタグ検証の中でも何人か、まあこう自分のことを知って、応募してくれた方が見えたんね、うんうん、で、全くの、当たったんは全くの新規の方に2名当たって、うんうん、であと1名はまあ知っとる人やったんやけど、うんうん、でその外れた方の中にも、DM を送ったら、うん、多分ね、初めてツイッターをした、まだ始めたばっかりなんかな、うんうん、で自分のを見つけて、まあ、応募リツイートしてくれたと、うんうん、で初めてその DM をもらったので、それが何より嬉しかったって。外れた人なんやけど、その方は、ああやで、なるほどねと思って、うんうん、そうかと思って、いえこちらこそよろしくお願いしますっていう感じで、まあ終わったんやけど、うん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 、やで、そのコミュニケーションの大切さ、 DM やとまた一つ踏み込んだコミュニケーションになるなと思って、あーそやな、うん、大事やなと思った。うんうんうん、であともう一つ、 SNS でもっちゃんからアドバイスをもらった、うんうん、はい、インスタのストーリーズは、うんうん、まあ、なんて言ったかな、もっちゃんどうやって表現してくれたかな。インスタは、私はツイッターじゃなくてインスタのやり方をエミちゃんに伝えたのは、うんうん、教えてくれたよね、うん、そうそう、ハッシュタグは11個つけるなんで11個らやろうと思いながら、なんかね、アメリカのどっかの会社が、アメリカか外国のどっかの会社が調べた、そのなんかすごいマーケティングにめっちゃインスタって調べられとるみたいで、でこう水曜日の、うん、朝の何9時から11時ぐらいかな、うんうんうん、それぐらいが一番よく見られていて、うん、で効果的にアプローチするためにはハッシュタグは11個つけるっていうのと、うん、あと、ストーリーでその人らしさを出すみたいな、あ、その人らしさを出すか、その人らしさを出すというか、ストーリーを投稿して、なんかストーリーでその人の人間っぽさとかを出して、で、普通のインスタのポストは1日1ポストっていうのはあったよね、うん、あった、そう、うんうんうん、さ、意外とさ、本当に、はい、うん、私自分があんまりそのストーリーズやったあれをあんまり見ることがなかったんやけど、うんうんうん、はい、なんか自分がこう4日間ぐらいかな、連続して、うん、やってみて分かったのが、意外とみんな見るのね。
見るよ私も。むしろ普通の投稿よりも、うんうん、やっぱそのなんていうかな、個人的なこうなんていうかな、人間性が出るからか、そっちにコメントをくれる人が結構おるんやってことに初めて知った。うん、そうなん。なんかね、その、なんでストーリーをするかっていうのの、うん、まあ、根拠みたいな、その私が習った、うん、私が納得したことなんやけど、うん、こうなんかみんなハッシュタグとかで検索してそのお店とか、うん、こう商品とかそういうのを見るやんね。でそういうのは普通のさ、うん、ポストであるやん、うん、タイムラインっていうの、うん、でそういうので見るけど、みんなそんなんはもう分かっとると、うん、同じ商品を買うなら、うん、どんなお店なのか、その売ってる人を知りたいみたいな、うん、だから商用のお店のアカウントを作るんじゃなくて、うん、例えばなんかこうエミアットマーク美容院何々みたいな、うんうん、その美容室のアカウントなんやけど、うん、その個人が投稿するみたいなやつにして、うんうん、でなんかこうあのその人の笑顔でなんかこんなことしてますとか、その人間味あふれる部分を見た時に、うん、こうファンがつくみたいな。なるほど、はい、うん、そんな感じやった。うまく言えやんけど、うんうん、伝わりました、伝わりました。そうめっちゃ見るよストーリー。あ、本当、待って、今日けど今日ちょうどそのタイムリーにツイッターがね、うん、始まったやん、ストーリー始まったね。そうなん、なんかフリーとあかねちゃん、そう、うん、フリーとかあかねちゃんがさっき見てきた私今で、自分も試し、うん、やり方わからんくって、うんうん、と思ったら私はバージョンアップをしてなかったらしくて、ツイッターの、うんうんうん、なんか自動のそのアップデートに全然アプリがなってなくて、うんうん、今その見に行ったらアプリのアップデートが76件溜まっとったんやんか、うん、そんな溜めるね。あの通知をしてな、ね、通知をしてなくって、うんうんうん、全然知らんかった、みんなアップデートをせなあかんねやと思って、うんうんうん、76件のアプリってほとんどやろうと思いながら、うん、全部アップデートなので、うん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 、でツイッターもアップデートしたらなった、やっぱ上に出てきた、うんうん、ね、うん、私なったの知らんくって、今日からやんな、でも、うん、そうなんでさ、ヤフーニュースで知ったん、うん、ヤフーニュースでそのツイッターのフリートという機能ができたけど、うんうん、こうなんかなかなかユーザーに受け入れられず、うん、なんかだいぶ大喜利状態になってるみたいな、そんなネガティブなニュースやった、うんうん、だからツイッターはインスタグラムにはなれないんだとか、うんうん、なんか日々の心のつぶやきをつぶやくアンダーグラウンド的な存在なのに、そんなキラキラしたのなんていらないみたいな、うんうんうん、なんかわかる、それは、うん、めっちゃわかる。あったし、ツイッターってあんまり使わんないけど、なんかツイッターって流れてくところに意味があるで、うん、わざわざその分け方がよくわからん。ははは。そん、どう、あかねちゃん。いや、もう私はツイッターだけに戻ったから、インスタはもうアンインストールして、うん。うん、もう見てないから、うん、なんていうの、あのフリートは使う？使わないよ。そうやろな、そうなんや、うん、ツイッターをだから楽しんどる人は多分あの機能をなんかやったあの機能があるからみたいな、あんま思わんのっちゃうかな、フリートがあって、うんうん、だって便利かもしれんけどね、便利、うん、うん、便利な時はあるけど、消えることで、うんと、いや、あそこにさ、上に丸いのがいっぱいあるやん、で、うん、チェックしたい人が主に出とるから、あ、うん、チェックできると思うけど、それはツイートがチェックできるわけじゃないから、やっぱりいらんな、シェアロー、うん、微妙やよな、うん、シェアもできやんしさ、できるんかな、わからん。そう、いや、シェアできやんのっちゃね。ああ、そうやな。そうすると広がりもないよな。うん。あ、広がってほしくないものか。
どういうことやろ。分からんけど、まあ、もうちょっとやってみてなくなってくんじゃ、うん、やっぱり違ったねみたいな。なくならんのちゃん。どうやろ、うん、なんかだって、うん、引っ込み使うやんそんなん。いやでもそれで使う人おらんかったらさ、おらんかったらっていうか、うん、あんまり評判が悪かったらさ、うん、いろいろ今までさ、ツイッターはさ140文字がさ1万字になるとかさ、いろんなことが あった中で採用されとるから、まあやるんかな、ちょっとは分からんけど、うん、なんかそれぞれのさ SNS に向いとる性格ってあるやん。ツイッターが好きな人の性格はあの機能をあんまり欲してないような気がするんよな。うん、うん、そんな気はするけど、まあもうちょっと、うん、見なっちゃう。そうね、うん、でも最初、うん、インスタのストーリーができた時に、うん、え、消えるなんて意味ないやんって思って、うん、私がね、うん、でニュースとかで女子高生がテレビでインタビュー受けてて、インスタのストーリー使ってますかって言ったら、なんか載せるほどじゃないけど、でもここにいるよとか、なんかそういう何気ないことを載せるときにあの便利ですみたいなことを言っとって、私は最初はそこまでして載せんのみたいな、うん、24時間で消えるものをそこまでして載せたいか今の若者は、うん、みたいに思っとったんやけど、うん、意外とやってみるとめっちゃ使うなあ、だから最近今日本当に気づいたけど、うん、ストーリーばっかりやっとって普通の投稿してなかったことに気づいた。おー、あれみたいな、うん、あ、でもなんか気楽さは あるわ。せやな、うん、残らんからうん、でストーリー見やん人もおるしな。そうやね、うん、そうやな。それでもう一つ、ね、何何、うんうんうん、いいよ全然いい。なんかそれでもう一つ、そのインスタのストーリーの、うん、マーケティングの方法なんやけど、うん、文字を入力するときはストーリーに、うん、小さく入れるんで、うん、そうなん、めっちゃデカデカ入れとったわそのなんかコメ、あの朝ですとかさ、なんか眠いとかそういう一言とかならまあいいんかもしれやんけど、ちょっとした文章、うんうん、1行とか2行とか入れるときは小さくした方が読んでもらえるんやって、うん、そういうことかな。あそこの上だけでは、上だけというかよくわからんでタップしてとかもう一回見たりとかするってことやね。そうそう、ね、私も実際する。小さいと何が書いてあるんやろうと思ってストーリーを止めてまで見るもん。あー、止めるときある。あれ止めるのはさ、触っとったら触るよな。そうそう、画面触っとったら止まんの。へー、もうそんなレベルやで。そういえばそうやわ。一生懸命止めとるわ。なんやろうと思って。そうなん。なるほどね。また止めてまったって思うわ。なるほどね。うん、でエミちゃんはフォロワーはたくさん増えた、うん、たくさんは増えてないそんなたくさんは増えて、新規で20ぐらいじゃない、うん、そうなんや、おそらく、うん、まあそれがこう、うん、なんちゅうの、ずっとつながっていくかどうかはまた別やけど、うんうんうん、まあでも いろいろ勉強になった。それは相互フォローではなくて、相互フォローでってこと？ね、相互フォローじゃないやつもあるし、うん、私が、うん、あの逆にさ、うん、どういうハッシュタグの人とつながればいいかなって、いろんなハッシュタグの人を探しに行ったりとかもしたんよ。あ、例えば誰を探しに行けばいいかなって考えて、うんうん、マリメッコとかミナペルホネンが好きな人たちとかさ、はははは、とかっていうのを探しに行ったりとか、そのもともと記事はじめハンドメイドの人を探しに行っとったんやけど、うん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 、ハンドメイドの人たちじゃないなって思って、うんうんうん、ハンド
の人たちよりはそれをどっちかっていうと見に行く側の人やでみたいなとかをいろいろ探しに行ったりとか、でもそのハンドメイドを見とってこの人ほんまにすごいなって思う人とかを自分が逆にフォローしに行った方が多いかもしれない。だから、そうや、それでそこそのすごいなって思う人がのフォロワーをフォローしていくといいねで、そうなんそうなんそうなん、へえ、私あの自分が心理学のインスタを専用、なんていうの、心理学専用アカウントも持ってるんやけど、もうそれがすごい、なんていうの、出会い系みたいなメールが メッセージがめっちゃくんの。で、私の個人アカウントには全然こやんのやで。あ、そうなんや。そう、個人アカウントにはあの猫とかばっかりしか載せてないけど、でも自分の顔もちゃんと載せてるし、全然こやんの、ほぼこやんのに、なんかフォローされましたって言っても私の知り合いの知り合いとか知り合いの友達とか、はい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 、それやのに心理学アカウントはほとんど顔写真なんて載せてなくて文字ばっかりなのに、もうすごい、なんていう、1日に2通か3通は必ず未だに来るよ。へえ、そうなんや、まずフォローされて、うん、で、だいたい外国の人な。だいたい外国の人にフォローされて、で、その人からもうすぐになんかメッセージが来るみたいな。ハローとか。元気ですかみたいな、心理学のやつってさ、日本語でしか書いてないやん。そうよ。だから不思議なん、すごい。なんやろな、なんかあるよね。そういう時あった。なんか私もツイッターで一時期トルコの人から絨毯を買う、ずっと前やで、なんかもう何トルコの人からなんかフォローがあって、私もトルコで有名になったんかなみたいな。本当にね、しかもそのトルコのアカウントは、あの全部本物な、ちゃんと動いとる そうなんや、全部かどうか分からんけど、動いとるね。で、なんかこの人はなんか怪しくないなみたいな感じで、あのフォローしてたらめっちゃトルコ人の人の闘争のフォローが多くなってしまって一時期。なんか不思議なことがあったよ。なんかそういう感じでなんかあるんかな、向こう。あるんかもしれやん。おすすめのおすすめのフォロワーさん、アカウントですみたいな。出てくんのかな、私がその人らの界隈で。なんかよくわからんけど出てくるんちゃう、おすすめで。すぐにさ、うんうん、なんかすぐにそういう人たちって、なんか出会おうとしてくんの。なんかちょっと私のトルコとはちょっと違う感じやけど。そんなそういうメッセージはなかったからあれやけど、あの、そう、出会おうとするんやね。でも外国に住んでるんでしょ。で、外国に住んでるけど、なんかあの結婚してますかとか、あの独身ですかとか、どこに住んでいるとか、そういうのがローマ字の日本語で来たり。あ、じゃあでも日本語はある程度分かっとんねや。そうなん、それとか一人あったのが、なんていうの、医者っぽい写真がいっぱい並んでる人で、で、自己紹介に、私は日本人だけど今イエメンで、なんか医者の仕事をしていて育ちはアメリカですみたいな、で、そういう人から申請が来たから、私結構基本申請来たら相互フォローするみたいな、そういう感じでその心理学アカウント使ってるからフォローしたのね。そしたらその人からメッセージが来て、で、僕はイエメンで働いていますみたいな、で、丁寧なメッセージが来たから、なんなんやろなこの人と思って、あの、こんにちは、フォローありがとうございますって送ったの。それ日本語？日本語で来るの？日本語で来るの。で、普通の日本語なん。で、なんかでもその人がなんかだんだん、何歳ですかとか、そういう質問がめんどくさくなってきて、もうすぐ送らなくなったんね。
でもなんで無視する、なんで返事くれないのとかがあったから、うん、めんどくさと思ってブロックしたん、うんうん、そしたらその人、うん、また別の人からメッセージが来たんやけど、うん、その人のインスタに使われとった写真がいっぱい含まれとんの、うん、だからあれ同一人物って思うやんね、まあそう思うよね、うん、そしたらその人からなんかこんにちは元気ですか、はじめまして僕はイエメンのみたいなえそこはなんか変え、そうそう変えてない、 その人がな3回4回ぐらいなんかアカウントを変えてイエメンで来たよ怖い、だからちょっとそれは怖いな、バカなの、うん、バカなのみたいなさ思ってしまうよね、うん、あブロックするたびに来るからさ多分いくつもとんやろ、イエメンにおらんし、その人おらんやろな、うん、なんでじゃあイエメンを選んだやろっていう疑問もあるけどでも顔はめちゃくちゃかっこいいの、いやだからそれは写真やろ、そうそう多分それはどっかの誰かの写真か、うん、どっかの国の芸能人やと思う、うんうん、あ、うん、いろんな人がおるわ、騙されるこんなやろかなおるんじゃおるのか、おるんやに、うん、おるで、そういう人らがおるんやでさ、そうやね、そうやな、はい、まだまだ SNS は奥が深いってことがよく分かりました、本当やね、うんうんうん、まだまだ勉強の余地がたくさんあると思ういやで面白いかもしれんけど若い時にはなくてよかったって思う、そう、うん、そうそう、それが私の結論です、うん、同意します、はい、同意します、いやで、うん、皆さんもまた新しい SNS の活用法いろいろご教授ください、はい、はい、また来週はい、それではまた来週